開するぜ。チェンジする。やっ、船船、奴らだぜ。使用先輩、交代するとまさに鬼に金棒だな。ついていくにはご苦労だな。チェンジするよ。交代するぜ。行くにす。チェンジするよ。先に進むとしようぜ。交代するぜ。さあ決めるぜ。任せたぜ。
するよ。向きじゃねえか。このまま回していくぞ。ラッキー、宝箱じゃ。オッケー、止まれ。よ、止まれ。はい。お宝ゲット。ここは任せろ。交代するぜ。そこだ。ディングだ。
するよ。
チェンジするよ。撃て。よ。よ。おう。イグニス。するぜ。おう。よっしゃ、バッチリだぜ。気をつけて、元凶が現れるわ。助けて、シオさん。
カすぎでしょ。植物型、まさかこいつがヒートの原料を生み出した植物型エルダーグリード、ダークデルフィニウム。助けてたと、アキてめえ、何を当たり前のことを言ってやがるバカ野郎。怪我が収束するわ。はあ、やれやれだね。誰もいねえ。そういえば、みんな逃げていきましたね。リーダーが消えたってのに薄情な連中だな。なんだそれ。オキ、体内のドラッグも一緒に消滅したみたいね。異常な力も。あ、さっきの怪異はおそらくあなたの力への渇望に呼応して引き寄せられたと見るべきでしょう。そしてヒートという強い想念の媒介を与えることで、ブレイズは怪異への供物として利用されていたに過ぎなかったのよ。たく、つくづくとんでもねえっつうか。でもこれで一安心ですね。一安心だと。ふざけんな。あんたのせいだ。あんたのせいで俺は道を見失っちまったんだ。だからあんな妙な世界の薬なんかに手を。おい、やめろ。さすがにその責任転嫁は無理があるんじゃないの。俺はブレイズを守りたかっただけなんだ。クソみてえな人生の中で
あの毎日だけは輝いていた。カズマさんとあんたがいなくなって、いきなりそれがなくなっちまって、せめてあんたさえいてくれていれば。甘ったれるんじゃねえ。先輩。うわ、違うだろう、アキ。ブレイズはただ仲間同士で仲良くつるんでたわけじゃねえ。世の中の不条理や理不尽な暴力、一人一人がそれらに屈しない炎を宿して真っ向から向き合う。少なくともカズマと俺はそんな魂を掲げていたつもりだ。お前も他のみんなもそんな魂を持っていたはずだ。だからこそ仲間として一つのチームとして成立したんだ。お前はそんな魂をあいつらと交わし合えていたのか。手に入れた力に振り回され、恐怖でつなぎ止めてただけじゃない。そうカズマに胸を張れんのか。俺は、お前はまだやり直せる。俺はブレイズから逃げた。だがお前は逃げずに抗った。己の過ちを認めた上で、それでもお前が立ち上がってくれるなら、それこそがカズマへの何よりの弔いになるはずだ。信じている、アキ。お前がまた魂を見せてくれると。シオさん、やれやれ、やっぱ体育会系っていうか。でも一件落着ってやつだ。ええ。なんとかけじめはつけられたか。さて、どうやって落としどころに持っていくとするか。こんばんは、後藤さん。おや、お嬢さん、いらしてたんですか。ええ、どうしても気になってしまって。落とし前はつけられそうですか。ま、なんとかしてみましょう。そちらや先生の意向もあるし、最低限の格好さえついたら親父も納得してくれるはずだ。それじゃ私はこれで。これからもいろいろありそうですし、お嬢さんもせいぜい無理はなさらないことだ。お気遣いありがとうございます。高羽組若頭、やはり侮れませんね。ええ、こちらの事情には明るくないはずですが、でも今回は助かりました。逃げたブレイズメンバーへのフォローはよろしくお願いします。それと乾さんへの処遇がそこまで重くならないよう働きかけを。はい、心得ております。お嬢様？いえ、何でもありません。そろそろ行きましょう。はい、すぐにお車を。柊木さんたちを見ていた。どうやら何かが動き始めているみたいですね。
なんだ、いつの間にか寝落ちしちゃったのか。もう朝かって、メールも入ってるし。姉さんからか。ハートマークとかほんとやめてほしいんだけど。仕方ない、ちょっと早いけど行くかな。あー、めんどくさ。ちょっと早く目が覚めただけだって。てかいい加減学習してよ、気安く名前で呼ぶのは。ごめん、後でいいかな、私今日日直でさ。それじゃあね、ゆうきくん。勘弁してほしいよ。ったく。篠宮君だっけ？
それに放っておけないよ、ユウキ君のことは。え、なんだよ。私ね、ユウキ君のこと。な、弟。はあ？弟みたいに思ってるんだ。私、小さい頃はコウ先輩に本当の妹みたいによくしてもらってたの。いつか私にも後輩とか弟弟子ができたら精一杯力になろうって思ってたんだ。ほら、異界関係じゃちょっとだけ私の方が先輩なわけだし。な、何を言い出すかと思えば。ダメかな。そりゃあさすがに葵さんの代わりになるとは思わないけど。そういう問題じゃないっての。おせっかいすぎっていうか、コウ先輩に影響受けすぎでしょ。そうかな。いや、褒めてないから。あれ、この音は。アスカ先輩から預かってた異界サーチアプリだ。反応値 56%、 かなり近いな。そんなに？探してみよう。
ヤーベットリトルコン。あ、そうなの。何かありそうだね。まあ今は全部アートだ。とっとと行くよ。オッケー。よっ、それ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 。
き宝箱じゃん。
任せとく。俺流のアレンジだ。食ってみろ。なんで僕が料理を。なんだ。任せとく。俺流のアレンジだ。
これは…あ、アスカ先輩…ソラちゃんに死ぬ…急に反応がロストしたから何かと…どうして二人で入ったか…その後、あの空手部員の記憶…僕らは案の定二人して…先輩にたっぷり絞られてしまいましたとさ。ああ、ほんと。めんどくさいったらありゃしないよね。
昨日の疲れが残ってるな。あ、え、昨日はありがとう。おかげで調理実習うまくいったから、今度お礼に篠宮くんにも何か差し入れを持ってくね。おっす、篠宮くん、どうしたんだこんなところで。そうそう、昨日は助かったよ。え、なんだよいきなり気安すぎ。おはよう、ゆっ行くしも綺麗こ。いきなりってわけでもないのか。ぼまあこういうのも悪くはない。いや別に、それよりそろそろ寄れ。あ、ほんとだ、走ろう。はいはい、ってだからその呼び方はやめろってな。続いてお天気です。昨日に引き続き今日も朝晩にかけて薄霧が発生する模様です。お出かけの際は十分ご注意ください。いやー、なかなか長引いていますね。専門家によると都内で何日も霧が続くのは珍しいそうですが、これを機に街の違った姿を楽しんでみるのも良さそうですね。なお水曜日からは爽やかな快晴となるそうです。本格的な梅雨入りの前に溜まっていた洗濯物を乾かしてしまいたいところですね。続いて芸能ニュースです。若者に人気のアイドルグループスピカのミニライブが、これで一通り終わりですね。タワー祭事イベントの検討に多摩エリアの動力墓場率の報告。はあ、たまにはのんびり休みを取りたいところですけど。もしもし、美月です。私だ。元気にしているかね。おかげさまで。そちらはお変わりないですか。愛も変わらずだ。サイフォン越しとはいえ言葉を交わすのも久しぶりだな。そうですね。先日の件本当に助かりました。おかげで彼らの処遇もそこまで重くならずに済みそうです。その程度は造作もない。罪を犯したとはいえ日本国の未来を担う若者たち、それに大切な孫娘の頼みでもある。
ありがとうございます。それで今日はどうなさったんですか？ゾディアック方面で動きでも。ああ、少々お前の耳に入れておきたい話があってな。友明君がそちらに出向することになった。例によっておじさまたちの差し金ですか。わかりました、心得ておきます。よろしく頼む。くれぐれも息災でな、美月。はい、そちらもおじいさま。面倒ですが仕方ありませんね。こちらの方も杞憂に終わってくれればいいのですけど。さすがに暇ね。ただでさえ客が少ないからこの天気では仕方ないけど。あら、こんにちは。こんな霧の中よく来たわね。どうも。頼んでいたものは？ええ、用意できてるわよ。ありがとうございます。そうそう、聞いてるわよ。最近少年たちと一緒に行動してるそうじゃない。泣く子も黙るエースがどういう心境の変化かしらね。まだまだ新米です。決してエースなどでは。それに彼らは協力者です。いつでも外れてもらえる。ま、いいけど。これは、この情報確かですか？書いてある通り、それ以上でも以下でもないわ。まだあれの仕業だと決まったわけじゃない。ただもしそうだとしたら。別に今までと変わりません。ネメシスの執行者として己の使命を果たすだけです。
かり晴れちゃったね。うん、昨日までの霧が嘘だったみたいだよ。ま、週の初めはずっとジトジトしてたからな。でも何だったんだろうな、こんなに霧が続くなんて。森宮で霧か。確かにあんまり記憶にねえな。うん、霧が出てたのも多摩一帯だけだったみたいだし、ニュースでも結構不思議がられてたみたいだね。そうそう、昨日ニア城である話を見かけたんだが、ここ数日の霧って数年前に外国で起きた事件に似てるらしいぜ。外国の事件？どんな事件なの？なんでも外国の片田舎で起きた失踪事件らしくてな。何日も続く霧の中、住民が一人また一人と消えちまったんだと。地元の警察は誘拐を疑ったが、結局犯人は出てこないまま、その後も人は消え続けて、そしてとうとうその町には人っ子一人いなくなっちまったらしいぜ。階段かよ、アホらしい。うん、どこかで聞いたような話だけど。実は夏に向けていろいろネタを仕入れてるんだよな。ま、ネット上の書き込みだし根も葉もないヨタ話なんだが。あ、思い出した、それ確か実話なんだよね。え？英国のダラム近郊で起きたっていう未解決事件でね、住民500人の村がいつの間にか完全に無人になったっていう。わあ、辛気臭い話はやめやめ。ほら見ろよ、あの青い空、久々のお日様を堪能しようぜ。てめえが一番怖がってりゃ世話ねえな。平和だね。はい、ホームルームはこれで終わり。みんな、久々のお天気だからってあまり羽目を外さないようにね。それじゃ、ヒイラキさん、お願い。起立。礼。外で遊ぼうとか愚にもつかない考えだと思わない？まあ世の中そういう人が多いから僕も株とかで儲けられるんだけどさ、コウ先輩もせいぜい周りに流されないようにね。
さてと。
無事晴れてよかったですね。ちょっと肩透かしな気分ではありますけど、よかったら今後のためにも改めて情報交換しておきませんか。必要性を感じ、お互いの立場もあるでしょうし、無用に。そうですか。ヒイラギ、北斗先輩。それでは私はこれで失礼しますね。さようなら、北斗会長。それに時坂君も。お、うん、じゃあな。な生徒会とクラス委員会で若干の連絡不足がありまして。はあ。さすがに気になるみたいですね、私と柊木さんの関係が。それは実はちょっと複雑な関係で、お互いもっと協力し合えればと思うのですが。協力？すみません、京香さん、お疲れ様です。ええ、そうですか。意外と早く到着しましたね。ええ、私も一応向かいます。それではまた後で。失礼しました、すみません。いや、俺の方は全然。お気をつけてっす。時坂君も。それではまた。
に咲くんですね。コウ先輩、よければ見頃になったら一緒に見に行きませんか？どのようなご用でしょう？どうした？また来いよ。またどうぞ。おお、よく来たな。そんじゃあな。
俺は自分くらいさりげなく階段が離せればな。そうすりゃ女子を怖がらせてモテモテに。そんなわけねえか。ゲート権限。よし、見つけたか。
そう。もしもし、コウ先輩。ああ、ちょっと先輩って、メガステ4持ってる？オーケー。じゃあ、ソフト持っていくね。いやー、たまにはオフラインで遊びたくなっちゃってさ。もうそこまで来てるから。そんじゃまた後で。おお。はあ。僕も元気。さっきお前のじいさんに、この、そのまま家の場所を聞き、商店街の店で買ったんだが、いいのか？あー、いいんじゃない？先輩、僕コーヒーね。
何を占いましょう。ではまたの音声を。